ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。現在地は東京都足立区の荒川河川敷です。世界規模で大流行した感染症が一段落ついて、それまで休止に追い込まれていた様々なイベントが少しずつ復活していると聞いています。日本の夏の風物詩花火大会も長い間影響を受けていました。そこで今回取り上げるのは、東京都内で真っ先に開催される足立区の花火大会です。実に4年ぶりの開催、さらに1時間で1万5000発もの花火が大空をまぶしく彩ります。ワクワクしますよね。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは4年ぶりに打ち上がる夏の風物詩、一緒に楽しみましょう。河川敷側の方に行かないといい位置で花火が見れないことが分かって、いろいろな方にもご迷惑をおかけしながら、やっと良さそうな場所を見つけたので、ここで撮影を継続します。
回の動画はどうでしたか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。